リナとヨシハルのコンビでお届けいたします。教わったもんだけど、ここしばらくちっとも使わなかったので、うまくできるかわからないよ。でも、お前をそのままで出すのはあまりにも心配だから、思い出して人の姿にしてあげようね。お母さんはそう言うと、小田貫の頭にすすきの方を1回、2回、3回と振って、お
まじないを唱えました。すると粉抜きは小さい女の子に変身しました。ただ太くてかわいい尻尾だけが残っていました。あら大変、尻尾だけ残ってしまったわ。やっぱりおまじないがまずかったのかしら。お母さんは太くてかわいい尻尾を女の子のスカートの下に隠してあげました。いい、タヌキにとって尻尾はとても大切なものだからちゃんと隠しておくのですよ。夕方寒くならないうちに帰っておいでね。はい、でもどうして寒くならないうちに帰るの？だって寒くなるとくしゃみが出ちゃうでしょ。くしゃみをするとね、元の姿に戻ってしまうんだよ。うん、大丈夫、お約束。早く帰るね。じゃあ気をつけて行っておいで。女の子はもう飛ぶように山の道を駆けていきます。女の子は橋の方へ向かって歩いていきました。どん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 歩きました。でも道の方も伸びているんじゃないかって思うほど橋にはなかなか着きませんでした。ブーン、途中でスクーターが走ってくるのに出会いました。女の子は少しだけ道を避けてスクーターをしげしげ眺めました。チリリリリン、すぐ後ろから今度は自転車が来ました。綺麗な自転車でした。今度は立ち止まって見送りました。すごい、崖の上から見るのと全然違うわ。またどん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 歩いて橋まで来ました。道というものは山から見下ろした時よりもずっと長いものだと女の子は思いました。あ、道が分かれている、どうしよう、右へ行こうかな、左へ行こうかな。女の子が橋を渡ると道は二つに分かれていました。うん、ここで待っていて初めて乗り物の来た方へ曲がろう。右を見たり左を見たり、どっちから先に来るかと待っていると、右の左の方から自転車がやってくるのが見えました。